戦車火力の最後に一丸式戦車の射撃をご覧いただきます。一丸式戦車は平成24年3月全国の部隊に先駆けて戦車共同体に装備された最新鋭の戦車で、従来の戦車に比べて火力、機動力、防護力が格段に向上しているとともに、ネットワークシステムを搭載し、戦闘に必要な情報を相互に共有し、射撃の統制などを瞬時にできることが特徴です。本日はその高い性能をご覧いただくため、まず目標を発見した一丸式戦車2両がネットワークシステムにより後続の一丸式戦車2両と情報を共有します。続いて後続の一丸式戦車2両は前進しながら情報を入手し、敵の射撃を回避するため左右に旋回しながら射撃するスラローム射撃を行った後、速やかに後退しながら射撃します。なおスラローム射撃は援護された地形がない平坦な場所においても敵の射撃を回避しながら正確に射撃し、敵を撃破できる大変有効な射撃要領です。左手をご覧ください。一丸式戦車小隊内の2両が左の両線に侵入し前方を警戒します。これら2両の戦車は入手した情報をネットワークを通じて後続の戦車に伝送し、その援護下に後続の一丸式戦車2両が前進しつつ射撃します。一丸こちらスタート、この台にあり、6台にあり、敵戦車発見、各社ネットワークシステムにより再入手を確認しろ。こちらに反敵の確認、前へ。このスラローム射撃は高度な射撃性能および機動性能で実現した非常に難易度の高い世界最高レベルの射撃です。スラローム射撃の目標は6の台左、後退更新射撃の目標は5の台左です。
戦車が離脱します。離脱速度の速さをご覧ください。止まる、レジオーイ前へ。以上で前段演習を終了します。後段演習は11時20分開始の予定です。